どうもニートです。いつもご覧いただきありがとうございます。はい、ということでお風呂からね、今日配信しております。てか髪伸びたでしょ、俺。かっこよくないですか。かっこいいと思った人はぜひコメントしてくださいね。はい、ということで本日でオナキンが56日目ということになりました。はい、56日目、あと4日で2ヶ月目ですよ皆さん。まあ、これといってですね、特にそんなムラムラしてないですね。はい。あと普通にここ実家なんで、ここに母親とかいるんですよ。めっちゃ声が今これ響くでしょ。やばいんですよね。うん、やばいんですよ。あんまり大きい声でオナキンとか言って、なんかムラムラとか言ってるとやばいんですよね。後で聞かれるんですよ。え、電話してたのって言われるんですよね。はい、って感じでございます。とりあえず調子いいですね。ただちょっとね、昨日とかね、すげえ学童でめちゃめちゃ声を使って喉痛いかなみたいな感じなんですけど、でも調子いいです。今日の朝は起きて雨だったんですよ。雨降ってたんですけど、傘差しながらウォーキングして Kindle 読書してみたいな感じで、はい、しっかり学んで、で家帰ってきて、結構ね、なんだろう、こう書き物というか、なんつうんだろうね、ブログとかじゃないんだけど、ブログとか Twitter とか YouTube とか、こういろいろ参考にして、こう情報をまとめたり、いろいろ手書きでこうヒントみたいなのを書いたりとかして、今日過ごしておりました。結構やっぱこう自分自身と対面する時間ってすごい大事だと思うんですよね。なんかこう何気なく、まあ、確かに楽しいことをしながら過ごすのはいいんだけど、そのさらにより楽しくするためにはどうしたらいいんだろうみたいな、さらに落とせるとか落として、でさらに投資できるとか投資してみたいな、そういう風な一応考え方で、こんなね、カスニートなんですけど、クソカスドブネズミ25歳、オナキン56日目ニートなんですけど、まあ、そういう感じでいろいろ自己分析ってわけじゃないんだけど、まあね、やっておりました。はい、で今日結構ゆっくり過ごしてちょっと嬉しかったですね。で午後はちょっと仕事の方で個人でね、一人会いに行ってって感じで、で今帰宅しました。いい感じでございます。今日はなんかジメジメするね、暑いみたいな感じで、特にこれといって言うことねえな。あね、でただ最後言っとくなら、ちょっと最近ね、プロテインは130円とかのあれを軽く飲んでるんですけど、そのサプリメントが、僕昔はマルチビタミン&ミネラルとかさ、あとなんだっけ、いろいろマカとかさ、あとビタミン C とかビタミン B とかいっぱい飲んでたんですよ、これ本当に。グルタミンとかもそうで、だけど今は本当にお金なくて、とりあえず最低限の生活って言ってて、とりあえず僕は今ビタミン B 群と、あと亜鉛はずっと飲んでます。亜鉛はね、本当におすすめ。なぜかっていうと、本当に体のパワーがみなぎるし、回復、いわゆる筋肉回復にもいいし、それこそね、あの精子とかにもいいですからね。お泣きにしてるとマジで超ムラムラするから、本当に。そう、あのなんだっけ、ビオフェルミンじゃなくて、なんだっけ、でっかいエビオス錠、あれとね、亜鉛飲んで、プロテイン飲んでみたいな生活すると、くっそすごいから、ね、ドワッと前のマジ で。最近はちょっとお金ないんで、そこはあのとりあえず二の次なんですけど、とりあえず亜鉛とこのビタミン B 群、このビタミン B っていうのをいっぱい回復能力とか、皮膚のね、このそれこそニキビとかで悩んでる人とか、そういう人にも結構おすすめなんで、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、ということで56日目のレポートは以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。